はい、ズキです。本日 KDDI およびソフトバンクという2大通信会社からスマホ通信料金に関する新プランの発表がありましたので、その特徴をチェックしてご紹介しつつ、視聴者さんのご意見を伺いたく動画を作成しています。今回発表された新プランは、かねてからスマホ料金が高いと値下げを要請していた政府、そして10月27日にアクションプランを発表した総務省に対する一種のアンサーだと思いますが、両者に共通した特徴を見ていくと、まず1点目として、それぞれサブブランドが提供する新プランであるということ、そして2点目、共通して月間データ20ギガバイトの利用者をターゲットとしてきたという点、最後に3点目として、両社とも通信容量経過後の対応について、つまり月 20GB 利用した後については最大 1Mbps で通信可能としています。いわゆる本丸、au とソフトバンク自体が料金を下げたり、新プランを出すのではなく、どちらかというと格安 SIM、MVNO 的な立ち位置である UQ モバイル、Y モバイルというサブブランドで新たなターゲットを創出した格好で、これについても様々なご意見があると思いますが、Y モバイルは MVNO というよりソフトバンク自体が提供しているサービスで、通信品質はソフトバンクと同等と言われており、UQ モバイルも au と変わらない品質とされていて、事業自体もこの10月に KDDI が統合していますので、個人的には問題ないかなと考えています。ただ一般的には、特に詳しくない方にとってはサブブランドといえども安かろう悪かろうのイメージが先行し、プラン変更が促進されないという点も懸念します。データ月 20GB という点についてはまた横並びかよと思う部分もありますが、政府自体が世界6カ国と比較した内外価格調査で中大容量データ帯である 20GB プランの値下げを迫ったという経緯があるので、それに応えた結果と推測します。容量を使い切った後の 1Mbps 対応については楽天モバイルを意識した可能性がありますが、この対応については今後のスタンダードになると考えますと、共通点を確認しましたので、両社両プランに違いがないかざっくりチェックすると、まずプラン名は UQ モバイルのスマホプラン V に対し、 Y モバイルはシンプル20とそれぞれの現行プランに合わせたプラン名となっています。月額料金は月500円違いますが、 Y モバイルでは10分無料通話が含まれているので、その部分を UQ モバイルで用意されているオプションで賄おうとすると月700円加算されるので、トータルでは4680円になり、 Y モバイルの方が月200円安くなる計算です。通話をあまりしない方は UQ モバイル、10分程度の通話を頻繁にする方は Y モバイル、しょっちゅう発信通話する方は UQ モバイルという選択肢になりそうです。ただ次にお話しする割引を含めて Y モバイルが追加策を打ってくる可能性もあります。 Y モバイルではいわゆる家族割を含めた割引プランの適用はできないとしていますが、 UQ モバイルでは2回線目以降月500円割引としているので、家族で使う場合、例えば4人家族では月1500円安くなり、 Y モバイルは少し不利かなと感じます。提供開始月は UQ が来年2月以降、 Y モバイルは早くも年内スタートの予定とのことです。ソフトバンクは合わせて MNP 転出手数料の廃止も発表しましたので、政府の要請に渋々なのか積極的になのかはともかく対応している印象です。 au は政府の要請を踏まえ、国際的に比較しても遜色のない料金水準で、より多くのお客様にお手頃にご利用いただける料金プランと隠すことなく謳っています。10月27日に発表されたモバイル市場の公正な競争環境の整備に向けたアクションプランは、 1.eSIM の促進、 2.MNP の利用環境整備、3. キャリアメールの持ち運び実現の検討、 4. データ接続量の一層の低廉化、 5. 昨年改正された電気通信事業法の着実な施行というユーザーが乗り換えしやすくなる施策が中心となっていて、競争による市場原理を喚起することで4割値下げさせたい意向があるのだと感じます。品質およびサービスとその対価である料金の理想的な合致点を探すのはどの業界でも難しいことですが、通信料金の場合毎月のことなので、プラン変更で安くなるのではなく、今契約しているプラン自体が安くならないと実感されない気もしますが、皆さんはどう思われるでしょうか。ぜひコメント欄までご意見をお願いいたします。三方よしとなるようなプランを考えてコメントしてくれた方、もしくは参考になるコメントについては改めて動画でご紹介するとともに、 Amazon ギフト券5000円分を申請したいと思いますので、ぜひご協力をお願いします。ということで本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。